国会では参議院の予算委員会に安倍総理大臣が出席して不正統計問題の集中審議が行われています野党側は引き続き官邸の関与を追求しています中継です野党側は当時の総理秘書官と厚生労働省とのやり取りをやり取りについて再調査すべきだと主張しましたが政府側は応じない方針です統計部長が秘書官とお会いになった その2日後に、突然、これまで検討会が出していた結論と、180度違う結論に変わっていくんですよ中江秘書官のこの疑問問題意識は当然のことではないかと、1 0年間続けられた、えー、この不正問題とは関わりがないさらに大塚氏は、当時、選挙に勝って何をやっても許されると思っていたのではないかとただしました。 これに対し安倍総理は統計を都合のいいように変えようなんて考えていないとした上で説明を聞いているだけなら秘書官の業務をこなしているとは言えないと反論しました官邸の関与があったという野党側の主張は決め手にかけますが参議院選挙を見据えてこの問題を追及することで構成に転じるきっかけを模索しています